ヒュメイ&タスさんというシャンパーニュでございまして、あのシャンパーニュ地方のコートデバールと言われる地域があります。あのそちらの中の小さな村でですね、セルシュール・マルス村というところがあるんですね。あのそちらで1990年代まで実はシャンパンを作ってなかったんです。でここ の, あの創始者のおじいちゃんがあの初めてシャンパンを作りまして、あのピノ・ノワールとピノ・ブラン・ブレっていうシャンパンのブレンドになります。あの関西ではあのお寿司とかともよく相性がいいシャンパンでございますので、最初のお料理にちょっとこうお寿司とかもご用意してますんで、一緒に楽しんでいただければと思います。私はいいですよ。あ、いいですか。美人という酒蔵なんですけども、あの南淡路市の方からご用意しております。で、あの純米吟醸のこの生原酒になります。結構生原酒っていうとアルコール感がバンと華やかな強いタイプが多いんですが、非常に飲みやすいです。あのこの皮剥きとこのお出汁とも非常に相性いいので、はい、一緒に楽しんでいただけたらと思います。お米は500万石っていうお米を使わせていただいてます。精米はどれぐらいまで精米してますか？あ、これはですね、60% ですね。はい。売れないんです。あ、市販は、では純米吟醸までは売ってます。はい、と隣にあのアオリイカをご用意しております。で上にはですね、明石はやっぱりタコも有名ですので、タコの中にあのオセドラのキャビアを一緒に添えてます。であとは明石はメイタガレイを。ね、であの本わさびとあとお塩ですねが淡路島のレモンと合わせたレモン塩というのを添えておりますので、またお好みでお召し上がりくださいませ。そうですね、ドイツとあの隣接しているところになりますよ、ね、あのペルシオベルグというグランクリューの畑をの、リスニングであのこちらビエイユビーニュと言いまして、樹齢でいうと30年から 50年ぐらい の, あのリスニングのみで作っております。でペルシオベルグという畑自体がですね、結構石灰質系の土壌になりますので、あのミネラル感も多く含みます。こうお作りとかとの相性も非常にいいので、また一緒に楽しんでみてください。で赤でいきます。はい、赤ワインで合わせていただこうと思います。はい、アメリカのオレゴン州のジェイ・クリストファーというワインをご用意しています。あのボルカニックというこう小さな村畑がありまして、そちらのピノノワールでご用意しています。2016年ですね。じゃあこちらでちょっと開けさせていただきますね。来ますね。失礼いたします。ちょっと失礼しますね。淡路島のアワビ使いまして、ストーブで蒸し焼きにしております。で、アワビの肝とエアカシの海苔と合わせたソースでご用意しております。また一緒にお楽しみください。で殻が邪魔になると思うんで、あのこちらにまでよかったら受けていただいたらお待たせしました。新しいブランドのお肉になります。生産数がまだ月2頭だけでして、うち1頭が私も独占契約になります。でお肉として何が変わったかというと油の質ですね。お肉油多いと胸焼けすると思うんです。その原因になる成分を極力出ないようにあの育てたお肉でございます。ソースがですね、あの、ポルトガルの方にあるマディラ諸島というところがありまして、こちらで作ってるマディラワインというのがあるんです。こちらを使いましたあのマディラのソースを
で、あと本わさびとお塩と添えてますので、またお好みでお召し上がりください。じゃ次のお酒もご用意しております。じゃあこちらでいきます。2013年になります、シャトートゥールドピス、あのサンエステから今日ご用意してました。まあお肉でおなりますので、ちょっと王道でいこうかなと。状態になるんですけども、ちょっと火だけつけさせていただいて、失礼します。ご飯ですね、あの上から一緒にみょうがも一緒に入れて、こうだし茶漬けしていただこうかなと思います。でこのみょうがが鍋のいいアクセントになりますので、ちょっとじゃあこちらも混ぜさせていただきますね。ここも、うん、あのまたお酒用意してますので、いい香り。後ろにはもみょうがが。朝干し、あの竹田城があるところですね。あちらで作ります、あの筑泉というお酒でございます。でそちらの中で筑泉の中でも限定醸造で、あのちょっとしか作ってないです、あのコウノトリしずく酒です。あのこう袋で潰してポタポタと落ちただけのものを瓶詰めします。はい、そちら山田錦の純米大吟醸です。お米から完全無農薬栽培を行わないと、やっぱりコウノトリのためにならないということで、コウノトリのために無農薬で作ります。で米の旨味をこう感じながら一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、最後のお鍋と一緒に楽しめるお酒でございます。今日はですね、あのさつまいもをですね、あの炭火で焼きまして、焼き芋みたいにしてから、あのアイスクリームにしております。一緒に紅玉リンゴのキャラメリゼと、アールグレーの紅茶を使いましたのクランブルでご用意しております。またアイスとともにお楽しみくださいませ。はい、こちらのシガラのこちらの2011年ソーテルドになります、あの寄付ワインですね。あの10年熟成でちょうど今いい頃合いになりましたので、デザートと一緒に合わせていただこうかなと思います。あのまたあの水分もしっかり届いていただかないとちょっと危ないんで。温泉がねありますから。行きます。はい、ありがとうございます。失礼しますね。じゃあ軽めの食です。はい。